クチャ画面。ブロックス Made in England! ネストのバン、あ、バカンス、これ、この間俺が盗難車で見つけたやつと同じやつ、バカンス2かなんかが落ちてたやつ。あ、なるほど、こんなところでバカンス、ネストバカンスと再びエンカウント、そして魔改造ハンドル、いや、やばいんじゃない、この特徴的なハンドル、いいんじゃない。そしてブロックス Made in England。 今日は視聴者さんと独身貴族ヒロシと撮影中にエンカウント。それじゃあ次回の動画でまた会おう。あり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 アリベテルチ、さよならだ。 OK です。今回エンカウントした視聴者さん、まさかまさかの神奈川県方面から荒西遠征、荒北仮面に会えるかなと思ってたら撮影に遭遇。橋を渡り4キロ迂回してとつってくれました。その情熱、いや、やばいんじゃないって話、マンドレルだよね。これぞ正真正銘のエンカウントなんじゃないって話、マンドレルだよね。そしてこの日はね、この視聴者さんとのエンカウントだけじゃなくてね、この独身貴族ヒロシ、そしてギネちゃん、そしてさらにもう一人のエンカウントもね、俺実現しちゃったってわけなんです。いや、やばいんじゃないって話、マンドレルだよね。もともとこの日は独身貴族ヒロシとの、まあ、このバトルコラボバトルの、まあ、依頼が来ていて、まあ、いつにしようかってね、延期を繰り返してようやく、まあ、このコラボの日が決まったわけなんですが、まあ、それと同時にギネちゃんにもね、俺ね、メモリースティックが SD カードがマイクロ SD カード借りてたんで、いつ返そうかって話してたら、まあ、そのたまたまこの独身貴族ヒロシの、休みの日、そしてギネちゃんはね、まあ、仕事だったんだけど、この日だったら午後からなら、ちょっとサイクリング出かけられます、この日にじゃあ、メモリースティック受け渡しどうでしょうみたいなね、一緒に走りませんかみたいなメールが来たということで、あ、なんだ同じ日か、したら撮影舞台としてギネちゃんも投入できるしいいんじゃないみたいなね感じで、たまたまこの独身貴族ヒロシと、ギネちゃん、9ヶ月ぶり、この3人が集ったつうわけなんです。いや、やばいんじゃないって話、マンドリルだよね。この偶然、これこそエンカウントなんじゃないって話、マンドリルだよね。で、この日はもうもともとね、ほんとこの独身貴族ヒロシとのバトルメインね、バトルメインの、日だったんで、このスプリント練習場で練習してから、まあ、キッチン取れたてぐらいまで行って、往復して、で若洲海浜公園で、まあ、撮影できたら、ね、それ取れ高、それなりの取れ高取れるんじゃないみたいな話してたんだけど、まあ、ギネちゃんが来たことによってね、あ、ギネちゃんお昼過ぎに来るっていうことは仕事上がってすぐ来るんだなっていうことは、ご飯食べてないな、お腹減ってそうだな、遠くから来てくれてるのに撮影舞台協力させるだけじゃかわいそうだななんて思っちゃってね、じゃあせっかくだから久しぶりにマグロ丼食べに行こうって言ってね、この豊美のこのマグロおろしのマグロ丼今ね目指しているわけなんですけど、これもうすでにこの行動自体が新たなエンカウントを導き出した、そんな話なんです。いや、やばいんじゃないって話、マンドレルだよね。
平日のランチを過ぎた時間帯で、まあ、余裕でねこのマグロ卸のマグロ丼屋さん、まあ、並ばずに今回、入店できました。でねこれ美味しいマグロ丼いつものように食べてたんですけど、この時にギネちゃんがスマホをねなんかいじってた。そしたらなんか、ツイッター開いたらタムさんが今からちょっとお台場方面に走りに行こうとしてるっていうこと、そういう情報を、入手したので、あじゃあどうしようか、タムさん今日仕事休みならちょっと会いに行ってみる、久々にっていう感じでねギネちゃんが連絡してくれて、今度ねタムさんも久しぶり、タムさんとどれぐらいかな、ほんとねもう緊急事態宣言で出てからタムさんともう会ってなかったんじゃないかっていうぐらい、下手したら1年ぐらい会ってなかったんじゃないかって思うぐらい会ってなかったんだけど、今回ねギネちゃんが連絡してくれたことによってねタムさんと連絡がついて、タムさんね LINE もやめちゃってね、ほんと連絡困難になっててねなかなか会えなかったんだけど、ギネちゃんのこの粋な計らいでねタムさんと、まあ、この豊洲ぐるり公園、新荒北仮面といえばこの豊洲ぐるり公園、なんですけど、ここで、ね、思い出の地で、久しぶりにタムさんと会う約束をしたわけなんです。エヴァンゲリオン渚カオルくんのね名言にもあります、縁が君を導くだろう、いややばいんじゃないって話、名言なんじゃないって話、マンドリルだよね。フー、イエス。縁とは何ぞや、エンカウントとは何ぞや、改めて考えてみたらね、まあ、それはやっぱりこの会いたいと思っている友達っていうのはやっぱりその約束をしていなくても、まあ、知らず知らずに惹かれ合う、まあ、サイクリストは惹かれ合う、このジョジョのね奇妙な冒険でよく言われるスタンド使いは惹かれ合うじゃないですけど、やっぱりね俺たち、まあ、同じ志を持った仲間っていうのは、まあ、会う約束なんかしなくたって偶然がエンカウントさせてくれる、遭遇させてくれる、そんな話なんです。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね、縁って素晴らしい、イエス。まあ、YouTube 活動してると荒北仮面どこどこに会いに来てください、俺と一緒に走るためどこどこに来てくださいって言うんだけど、まあ、それはちょっと違うかな、特別扱いはできない、だからこそエンカウント、縁が君を俺と導くだろう、それを信じて、まあ、情熱をね俺に全力で注いでくださいって話、マンドリルだよね。なんやかんやでほんと1年ぶりぐらいに会ったタムさん、まあ、元気そう、ミニオク行ってます、ね、まあ、コロナ禍で、まあ、ちょっと引きこもりみたいにはなってたけど、元気そうで何よりだったんじゃないって話、マンドリルだよね。ファミリーアリーベデルチ、特殊承継者の魔術師、360度カメラの魔術師、 YouTube チャンネルもあるんでね、ぜひともタムさんのチャンネル、覗きに行ってみて、時々俺の生配信コメントしてくれてるんでね、タムさんの動画興味あったらそっちから問うのもいいんじゃないって話、マンドリルだよね。今日の動画楽しんでもらえたかな、もし楽しんでもらえたならいつものように高評価チャンネル登録よろしく、マンドリル。それじゃあ貴様らみてえな貧脚庶民サイクリストにも良きバイシクルライフを訪れること、新荒北仮面心から願ってるぞ。次回の動画でまた会おう。あり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 アリベデルチ、さよならだ。これが荒北のビアンキオルトロ XR3 か、シマノ105フルコンポーネント、ホイールはアイカンエアロ50、乗りたいか町宮ら、行くぞ。俺用に改良したバイクだ、ピーキーすぎてお前には無理だよ。お前らだ、どうする。やっとモーターのコイルが温まってきたとこなんじゃない、この不思議ちゃんが。あらきた仮面、どうしたよ、もめ事か。ああ、でもどうすんだか、もう少し早ければ出ちゃうな。俺はまた失敗しちまったぜ、またベソかいて泣いちまってるんじゃねえかと思ってよ。荒北、お前がずっと目障りだったんだよ。コラボするたびにいつも差し出したから、動画上げれば底辺 YouTuber 扱いしやがって目障りなんだよ。おめえもボスになったんだろ、その底辺 YouTube の山でよ。荒北、
さんをつけろこの不思議ちゃんが。死ねえ。アラキッド仮面。